はいはいはい、皆さんこんにちは。丸太鉄道です。何かとネット上で話題になっているので、ゆっくり実況ならぬゆったり実況をしたいと思います。今回のテーマは川越線の大宮から川越までです。川越線は大宮駅の地下ホームから発車します。今回乗ったのは快速川越駅です。大宮駅21番線から発車。最後までゆったりしていってね。ドアが閉まり発車。大宮駅の近く間を抜けて、地上に出ると、そこは鉄道博物館の前であった。いい地形を見ながら電車は進む。反対側には高崎線と並行して走ってる。鉄泊のメインエントランス付近を過ぎ、運転体験などができる区間に突入。奥には新幹線も見え、鉄道に囲まれた場所であることがわかる。鉄泊の図書館を過ぎて、最後の展示を過ぎる。そしてついに鉄泊の終わりである。鉄泊はものすごい広いのである。新幹線の下をくぐりながら進路を西に変えていく。東北上越新幹線とも別れを告げ西に向かっていく。ここで高崎線とも別れる。この辺は高崎線の宮原駅にも近い。別れてすぐに日進に到着する。日進は北海道にもあった気がする。日進を発車するとすぐに単線になる。川越線の一番の特徴は単線である。単線の中でもトップクラスに利用者が多いのである。西大宮差し扇と交換可能駅を通過した上で荒川を渡る。この荒川は特に風の制限を受けやすくよく遅延が発生する。荒川は特に河川敷が広くゴルフ場などの様々なものがある。大雨が降ると河川敷が浸水しそうである。ここで川越線の単線について話そう。川越線の伏線区間はなんと、大宮から日進しかないのだ。同じ大宮駅を起点とする、東武アーバンパークラインでさえ、単線区間は春日部からであり。いかに川越線の伏線区間が短いかがわかるだろう。川越線は1時間あたりに最大で8本しか運行できない。というのも交換設備が限界なのである。なんとそのうちの4本は差し扇始発である。差し扇と南古谷の間に車両基地があるからである。もともとは高崎線の方に直通するはずだった埼京線だったが、車両基地の観点から川越線に直通するようになったとも言われている。現に宮原駅が2面4線なのはここが由来なのである。しかしながらこの車両基地は荒川のそばにあるので、荒川が氾濫すると浸水するかもしれない。ところ変わって南古谷駅での交換の様子。川越線は日中は20分間隔で走っており西大宮と南古谷で交換する。個人的には川越線が20分間隔なのは少ない気がする。大宮と川越を結ぶ路線なので15分にしてほしいところである。川越線に直通する日中の電車は埼京線内は快速であり、その観点から変えるのが難しそうだが、池袋から線路を共有する湘南新宿ラインが15分間隔であり、川越から先の駒川方面が30分間隔であることを踏まえると、15分間隔の方がわかりやすいのではないだろうか。反射で顔が映ってしまったので隠して、車内に乗り込みます。そして南古谷の隣の終点川越の手前で東武東上線と合流。川越まで並走していきます。最後に使用車両について、JR の E233 系と臨海線の7万型が走ってます。どちらも重量であり、両数の代わりに本数を増やしてほしいです。池袋までは東上線の方が早いこともあり、都心方面の利用者よりも大宮方面が多いのが現状ですかね。ここから先の川越線はなんと4両でワンマン運転が開始されるので、都心と完全に分離されているのが現状です。川越駅は中線があり、駒川方面とは対面乗り換えができるようになってます。そして川越駅に到着。この動画も終点です。終点川越に到着です。他の動画は乗り換えです。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、たくさんお待ちしております。お忘れ物のなさいませんようにご注意ください。またの視聴をお待ちしております。